この度ですね、このヤマハスタジアムが創設されましてからすでに27年を過ぎております。建設当初からですね、この自身の器具というのが変わっておりません。今後ですね、この器具がですね、水銀灯でできているということもあり、今後ですね、この水銀灯に変更していくことは物理的に不可能になってきていると。経営的にですね、大変厳しい状況ではございますが、今回将来見据えて LED 化ということに踏み切らせていただきました。温室効果ガスという大変ですね、いろんな問題が昨今叫ばれている中で、この LED 化にすることによって約 40% のですね、CO2 削減ができるというデータも出ておりますので、これに伴ってですね、少しでもそういった活動に寄与できればいいのかなというふうに思っております。一番初め組み始めたのがですね、12月の25日ぐらいから組み始めてますので、約2ヶ月ですね、全部修理するまで2ヶ月ぐらいかかっております。まずはですね、足場を組んでですね、で上まで上げまして、トーグを外してトーグをつけて足場を落とすという形になります。 LED は消費電力が少ない、当然の経済的っていうことが一つ、まず一つですね。あとはですね、水銀灯ですと当然そのオンオフということが多分できない。でこの LED の場合は、そういうのはないので、瞬時にオンオフができるというのがメリットです。明るさは、明るいです。もともと100灯ずつ全部それぞれついてました。今回はですね、それぞれ60灯ということで3分の2の灯具で、今までよりも十分明るいというふうになっています。そうですね、やっぱりその新しくなったと、綺麗な、やっぱ明るくなってますので、で今度ですね、照明もそうなんですが、このムービングの工事もやらせていただきましたので、そういう演出照明もちょっとありますので、楽しんでいただければと思っております。4棟の上部の照明灯が、水銀灯から LED に変わったということがあって、暗転ができるようになったと。このムービングライトは本当に自由自在に、色も変えられる、いろんな形になると、音楽に合わせて踊ると、いろんなことができるようなライトですので、それによって、スタジアムの、楽しい空間に変えていこうと、そんな風に考えています。具体的に言うと、選手入場の時に賑やかに踊りながら選手を迎え入れる、周りではサポーターの皆さんがペンライトでそれを一緒にやって盛り上げてくれる、そんなシーンができたらいいなというふうに思います。あとは、勝利の、喜びのための、喜びを表現するような、そんなことも照明で、表現できたらいいな、そんなふうに考えています。今回ですね、この LED 照明がですね、初めて皆様に、お披露目になるのが4月21日のゲームからになります。このゲームでですね、皆さんに楽しんでいただけるような演出をですね、現在検討して考えておりますので、ぜひ皆さん期待してスタジアムにお越しいただければ大変ありがたいと思います。スタジアムで皆さんお待ちしております。